南関東公営競馬。南関東公営競馬とは、日本の関東地方に存在する地方競馬場である、大井競馬場、船橋競馬場、浦和競馬場、川崎競馬場の4競馬場において施行されている競馬の賞。南関東4競馬場、南関東4競馬場とも呼ばれる。略称は、南海競馬、または南海4馬、南韓4乗。 関東地方で行われる中央競馬と競合することもあり、2018年現在は原則として月曜日から金曜日にかけてのウィークデーに開催されている。また、おおむね3月半ばから12月にかけては、大井競馬場では、トゥインクルレース、川崎競馬場では、スパーキングナイターと名付けられたナイター競争が施行され、2015年からは、 船橋競馬場でもハートビートナイターという愛称でナイター開催が始まった。試行者間の競技機関である関東地方公営競馬協議会、関地協により開催日程の調整や人員の共通化がられ、その他南関東3巻、南関東品馬3巻に代表される重症戦線の一体化 A1 クラスから C3 クラスまでの競争馬の格付け基準の 統一的な整備、馬券発売の合理化、東京都競馬による馬券発売システムの共通化と相互浄化を発売、払い戻し、電話、インターネット投票、スパット4などを展開している。結果として、地方競馬としての施向者こそ、それぞれ異なるものの、概ね一体的な競馬のシステム構築を実現している。人口の多い首都圏にあることなどに支えられ、 地方競馬の中では、売り上げ規模が突出しており、賞金水準も比較して高い。ダートグレード競争についても、g i 級競争となっている12個のうちと、実にその半数が施行されている。地方競馬場での持ち回り開催となっている、JBC 競争についても、開催予定を含む2018年までの18回の、開催のうち11回が、南関東での施行となっている。 また1955年より中央競馬に準じて独自に重症競争を施行しており1997年からは中央競馬との統一グレードとは別に南関東独自のグレードを設けた統一グレード競争との混同を避けるためにグレードの数字はローマ数字を用いた GIGIIG という表記ではなくアラビア数字を用いた G1G2G3 という表記を採用していたが、日本が国際パート愛国になった2007年3月より SISIICE-S はサウス南関東スーパーの意味に変更された。売上の低迷により近年は削減傾向が続いているものの、東京ダービーを筆頭に南関東競馬限定の重賞であっても中央競馬のオープンクラスに匹敵する。 賞金規模を誇る競争も存在する。競争場、調教師、機種は原則として、いずれかの競馬場に所属する。大井競馬場と船橋競馬場は、競馬場に隣接する、旧車地区があるほか、大井競馬場は、千葉県印西市小林に、小林文場を、浦和競馬場は、埼玉県埼玉市の田に、川崎競馬場については、神奈川県川崎市幸区小向かいに、 それぞれ独自のトレーニングセンターを有している。原則的に調教師は以上のいずれかで馬房仮競争場を管理することとなるが2006年より調教師個人が民間より調教施設を借り受け調教することができる認定救助制度が導入され、元は高崎競馬場のトレーニングセンターであった境、共同トレーニングセンターをはじめ2014年3月6日現在で 合計202のバボが外部に存在している。競争馬の格付け、クラス分けに関しては、原則として一着賞金だけが基準となる、中央競馬と異なり競争により獲得した、全賞金を一部補正して算出される、番組賞金に基づいて A、A1A2B1B2B3C1C2C3 B B C C C の全8クラスのいずれかに格付けされる。各馬は、毎年一月と七月に、 バレエごとに定められた基準賞金に基づいてクラスが決まる。2歳馬、3歳馬はそれぞれバレエ限定で獲得賞金額による条件競争2歳80万円以下、3歳185万円以下などを行っていき、3歳2月に A1、3月に A2、4月に A3 というように各クラスの基準賞金に達した馬から順に格付けされていく。 つまり強い馬ほど小馬との対戦が早く始まる。そして4歳1月に C2 の基準賞金に達していない馬が C3 となる。なお2013年までは A3 クラスと4歳条件戦も設けられていたが2014年より廃止となっている。また2014年現在地方競馬の他地区から4歳以降に転入してくる競争馬については 実際の獲得賞金に関わらず強制的に番組賞金を変更する規定も存在する。この格付けは四馬共通であるが、出走奨励金の問題などにより、条件馬については、事情開催を中心に出走することが多い。開催ごとに出走登録された競争馬は、重賞など一部の競争を除けば、各クラスごとに番組賞金とバレエを考慮し上位の馬から、 組として分割され、これが番組編成の基本単位となる。組は関数字で表され、また B3、3、C1、1、C3、13、14、15このように複数の組を組み合わせて競争を編成することも多い。また B3 と C1 のように複数のクラスで編成されるレースでは、低いクラスの馬は負担重量が 2kg 軽くなる。 機種については、バシュブク制度の中央競馬とは異なり機種ごとに、定められた機種服を着用し、起乗する。長らく旧社への所属を義務付けられていたが、2012年4月1日より、中央競馬のフリー機種に、あ当たる機種会所属機種制度が導入された。また、他地区の若手機種やリーディング上位機種、外国人機種や、海外の競馬を主戦としている。 日本人騎手を短期免許で受け入れている。南関東公営競馬を構成している4、競馬場は、いずれも、第二次世界大戦終結後に建設されたものである。それぞれ直接の前身としてはが挙げられる。これらは少なくとも、戦中の軍馬資源保護法に基づいて、競馬を施行し、戦後も、競馬法による、公営改善の地方競馬法時代には、 各都県の和室連合によって競馬が取り行われたが、外して交通の便が悪く開催成績は低迷していた。新興の公営競技である競輪や協定が比較的中心部に立地していたこともあり、1950年までに公共交通機関によるアクセスが容易な現在の位置への馬場移転が進められる。また早くも1954年2月1日には、 関東地方競馬組合が設立され、主催者間の調整が進められる下地となった。これにより、とりわけ、八王子時代は1800万円程度だった開催1日、あたりの売り上げが、大井店後は8600万円まで急増するなど、南関東公営競馬は、順調に発展を続けていく。1955年には4馬合わせて90億円。 ほどだった売り上げは5年後の1960年には200億円近くと倍増し、1969年度にはついに1000億円の大台を突破した。また、この黎明期の時代には様々な新種の施策が取り入れられている。一例として、1948年3月にはスターティングゲートを、1950年4月にはパトロールフィルムを国営競馬に先駆けて導入。 競馬志向の公平性をいち早く担保した。馬券発売におけるトータリゼーターの導入も1956年9月の浦和競馬場の例が本邦初である。また戦後直後は食料増産のために馬産の再開が遅れたことから大いはオーストラリアより1952年に品馬30頭、翌1953年にも同じくボバ6頭。 金は十四頭のサラブレッドを独自に輸入。これらの掘り皿からは、国営競馬に転じて、天皇賞を制したオパールオーキツド、ミツドフアームラの競合が現れた。またそれ以前にも、川崎の解説記念や船橋の平和賞のように、独自に特別レースを制していた例はあったが、1955年より、南関東競馬として、重賞制度の運用を開始する。東京大賞や、 金牌のような現在まで60回近い開示を数える重症競争たちがその後の数年間で相次いで創設された。人材の面でも従来の各競馬場や羽田競馬場系はもとより大井競馬場では高崎出身の塩野七郎門下が一大派閥を形成し、また戦前は東海地方を拠点に、 武田文吾らに対して東の山本と謳われた伝金吾も大いで旧社を開業するなど関東一円、さらには全国各地から人材が集まった。先ほど挙げた堀皿勾配にあたって実地に飛んだ徳池一も陸軍機兵学校出身の元中佐であり、戦前は群馬勾配にその手腕を発揮した人物である。さらには京州者の創業者であった白井新平は 戦前に引き続き地方競馬とのつながりを保ち、1960年より、中央競馬の慶州車賞の南関東版といえる、公営日本一を制定するなどしている。競争馬についても、サラブレッドは高額の賞金を狙う、国営競馬、中央競馬からの遺跡馬がおおむね上位を形成していたが、早くも1951年には、川崎の中選馬出身の清藤が、 国営競馬へ移籍し優春馬を制している。その後は、ゴールデンウェーブ、第五歩生まれ、オンスロート、高間ヶ原などが、中央競馬へと移籍して花々しい戦績を残した。他、船橋の出川美代作り調教師が管理した、第二こと吹き、第三こと吹きらは、生え抜きのサラブレッドとして、春の蔵と秋の蔵を制覇するなど活躍。1964年からは、 東京王冠賞が創設されたことで、南関東三冠が成立したが、1967年に、これを初めて達成した光高井は、翌年中央競馬へ移籍すると、天皇賞で2.8秒差の大差価値を収めている。またアングロアラブでは、早々に、宝選と福パークの活躍により、中央競馬に、地方競馬の自由購買馬が参戦できなくなったことから、 全国の地方競馬場の競合らが、賞金の高い南関東へと集まった。高都市、宮間市遊歩、田上誉千戦時湯姿などが、その代表例である。中には、トモス・すべー、千時湯のように、サラブレット系競争へと挑戦し勝利する名馬も、現れた。1972年、大井競馬場でのちに、国民的アイドルホースとして第一次競馬ブームを、 担う廃成功がデビューする。6006章で、西雲章を制した後に、中央競馬へと移籍していったこの廃成功の役に押されて、南関東競馬も売り上げを伸ばし、1973年度には、総売り上げが2000億円を突破した。ところが、これ以後は70年代を通じて第一次オイルショックの、狂乱物価によるインフレにもかかわらず、格上の、売り上げ増は鈍化し、 1980年の約2445億円を一つのピークとして減少に転じる。そして1984年には1800億円を割るまでに落ち込んだ。これに前後する時期は南関東競馬にとっては難問が続いた。1961年の川崎事件のような相乗事件は過去にもあったとはいえ、 1968年には7月30日に浦和で穴馬同士の決着にもかかわらず異常な低配当であったことに橋を発する300人規模の相乗事件が発生したと思うとその翌日には当時23歳ながらリーディング上位につけていた福永直武が別件の百兆による競馬法違反で逮捕されている1972年8月には 大いでやはり若手騎手による八尾町事件が発覚し、これ以後山岡事件で中央競馬に導入された調整ルームと同様の施策が南関東競馬でもられることとなった。さらに1968年には延長を続けていた八王子市ら指定支部の開催権が消滅し、1969年1月には美濃部良吉都知事が都営ギャンブルを社会的公害として 都営の大井競馬開催を含めたその廃止を発表している。実際のところ、1980年代初頭の船橋などは特管席を飲み屋が占領しているようなことすらあるありさまであった。競争馬についても中央競馬への移籍はカツアールが成功した程度であり、初芝王、ゴールデンリボー、三王いら南関東三冠馬や、 アズマキングなどもパッとしない戦績に終わっていい。1973年より中央側で地方競馬小隊競争が大井競馬場で中央競馬小隊競争が施行されたが、お互いに地元では勝ち星を上げるも相手側に乗り込むと振るわなかった。アングロアラブについては1960年代後半には他地区の地方競馬場も売り上げを伸ばし、 とりわけアングロアラブのみで競馬を施行していた兵庫県、競馬組合の賞金水準は、南関東競馬のアラブ競争を上るまでになった。1972年には、南関東アラブ三冠の一冠目、千鳥賞を目前に控えながら、タイムラインが2000万円もの高額で、そのだけ馬場へと引き抜かれている。その他ミスダイリニア金海地富士に代表されるように、 東映競馬や東海地区所属馬の競合も登場し、アラブ大賞店は1972年より、全国交流の全日本アラブ大賞店となって、その対決の場を提供した。一方で、1973年より、同じく全国交流化された、そのだけ馬場で行われる、クスノキ賞全日本アラブ優秀に、南関東公栄競馬所属馬も遠征しており、北斗ライデン。 トライバルセンプ風らが、この時期の同競争を制している。1983年には、大井で特別区公営競技振興対策協議会が、1984年に、川崎でも、競馬村廃検討委員会が組織される状況を受け、南関東公営競馬でもいくつかの振興策が、打ち出された。昼休みのサラリーマンを狙った外向き発売口の、設置。 浦和競馬場での6枠連勝短式馬券の復活、大井における電話投票の開始などがその例である。そして1986年7月31日には、大井競馬場の総合レジャーランド化、イメージチェンジを目指し、大井で日本初となるナイター競馬が開催された。また1988年には、川崎と船橋の間で、 総合場外発売が始まり、1998年までに4馬間での全開催場外発売が実現した。1987年には都心部の場外として、ふと交楽園が開設されている。競争面では、ホスピタリティが廃成校の再来と騒がれ、中央競馬で活躍したのを皮切りとし、1985年の 地方競馬招待競争を鉄の勝ち時が制すると、その鉄の勝ち時を東京記念で破りジャーパンカップへと出走したロツキータイガーがシンボリルドルフの二着となる大健闘。その後も中央競馬へ移籍し、平成三強の一角を担った稲荷湾や品馬ながら南関東三冠を制したロジータといった活躍馬が出現している。 また、1985年には、川崎の全日本三歳優秀、全日本アラブ総派が、地方競馬全国交流に、そして1986年からは、帝王賞が距離を2000メートルに短縮した上で、中央競馬招待、地方競馬全国交流競争となるなど、他地区との交流も進展した。笠松競馬所属のフエ農山が1989年の、帝王賞を制したほか、 中央競馬側で、地方競馬所属場に開放された、オールカマーでは多い、赤巻与松旧社所属のジョージモナークが勝利を収めている。その他、東京大商店を目指して、岩手競馬より短期遺跡で挑戦したスイフト聖大や、カウンテスアップ、大高ガルダン、スルガスペインなど、地方競馬の多地区から有力場が、南関東へと転入して活躍した。一方で、 アングロアラブ競争場は、その在馬マヤ数が年々燃焼していった。かつては全日本アラブ対賞店と並び立った。川崎のアラブチャンピオンが1985年を最後に廃止されるなど、競争面での縮小も続き、1993年には、南関東アラブ三冠を構成していた、千鳥賞、アラブ王冠賞も廃止されている。北関東から転じて、 サラブレッドを相手に気を吐いた土地の峰藤らの活躍馬もたものの中央競馬が1995年限りでアングロアラブ競馬を廃止したのと間を置かずして大位が1996年限りでのアングロアラブ競争からの撤退を発表1996年には他3馬もアングロアラブ系の重傷競争を全敗し98年より3歳馬の新規入球を停止 1999年をもってアングロアラブによる競争は南関東から姿を消した。1995年より解放元年と称される中央競馬、地方競馬間での大幅な交流開放が始まった。南関東でも東京大商店をはじめ多くの重症が交流競争に指定され、1997年からは同競争は帝王賞と合わせて統一。 ダートグレードによる GI 競争となっている。これ以後、ライブリマウントやホックトベガを皮切りに、数多くの中央競馬の競合が、南関東を舞台として、活躍取るようになった。また東方エンペラー名声オペラのような岩手競馬、所属馬、アブクマポーロや東進ブリザード、アジュギミツオウ、フリオウソといった南関東の名馬らも、ハオソウタ。2001年から始まった。 JBC 競争についても、2007年に、富士のウェーブが、地方競馬所属場で、初の勝利を挙げている。廃止された、地方競馬場から岡将本君氏、森大と杉村和樹、山田新大、奈良崎伊佐弘、福山らの騎手を受け入れたが、一方で2008年に、内田博之、2013年に、戸崎啓太とリーディングジョッキーが、中央競馬へと移籍している。 またアングロアラブ競争の廃止と統一グレード競争の新設で競争体系が大きく変動する中南関東三冠を構成していた東京王冠賞が廃止されるなどしている。競馬の国際化へも対応すべく、大井は1995年にアメリカのサンターニタパーク競馬場と提携2008年には海外の基礎競争馬場の出走を実験的に認めた。 2011年には東京大賞店を国際 GI とした上でサンターニタトルフィーに海外より招待場を招待し2013年からは韓国馬次会のソウル競馬場との間で互いに交流競争を実施している大井競馬場の前身である八王子競馬場がフォーカス馬券を導入して以来単賞、副賞に枠盤連勝式の3種類が発売されていたが 1995年4月より、馬番連勝複式の発売を開始。以後、1996年には、馬番連勝短式、枠番連勝短式。1997年には、拡大馬番連勝複式を導入。2003年には、三連勝式の馬券も発売された。2014年5月28日、スパット4のうち、インターネット投票限定で、 シゲカツ式投票の三重カチマ番号に連勝端式、シゲカツ式カチマ投票券、スパット4ロート、トリプルウマタの発売区を、同年6月1日の大池馬模様紙から開始すると発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。